中華民国の軍人。県軍に属し、孫文の誤法運動を支援した。旧名は、スケアゼ。字は、とぶ記事。チワン族出身。最初は、学問を志したが、19歳の時に軍に加入した。1903年、劉州において、阪神活動に参加している。その後も、阪神活動を展開したが、戦闘年間に、雲南省へ向かい。 雲南陸軍工武道で学んだ。1911年に卒業し、10月革命派として昆明19期議に参加した。1912年3月天軍の統治企業による奇襲出生に参加している。以後は県軍に配属されて昇進を重ねた。1917年の五宝戦争では奇襲五宝軍第一根成旅旅長に就任する。 1920年11月、奇襲特軍、劉賢余が、おいで、南方政府を支持する、王文化のクーデターにより失脚する。また、王もこの時のクーデターの首謀者として求断される、ことを恐れ、奇襲にはなかなか帰還しなかった。このため、翌年1月に、軍資機関の中で、最も好意にあった、路頭が、南方政府支持派により、 代理県軍総司令に衰退されたとされる。ただし、劉ュウケミオが失脚して間もない11月22日には、すでに、県軍大総司令の名義で、小明、谷正友と共に、公衆軍政府への指示の表明と、ご方各省の一致行動を呼びかける声明を発している。いずれにせよ、これは、大文化が戻るまでの代理の予定だったが、 1921年3月16日に王が部下の演奏名に暗殺されるという返事が発生してしまう。結局、ロが正式に総司令に就任した。同年5月、ロとは孫文からも奇襲総司令兼奇襲省庁長に任命された。しかし、ロは外省人であったことなども原因で十分な指導力を発揮できず、何応金。 谷正智らが繰り広げた奇襲軍の内部対立を調整できなかった。その後、北京政府の後ろ盾を得た塩素名が奇襲期間を図る。大勢がすでに決したと見たロは抵抗することなく、1922年4月に下野した。翌1923年、孫文の大本営で高級参謀を務めている。その後、国民政府でも、 西南軍政委員会委員となった。日中戦争期間中は、路頭は故郷に陰性していた。戦後の1946年11月に政権国民大会代表に当選する。さらに、1948年には雪のり国民大会代表に当選した。国境内戦に、 国民政府が敗北する、間際の1949年11月、紀州省政府主席となっていた、谷正智の招請に応じ、ロは、起用市民主臨時治安委員会主任に任命され、民進の安定に努める。一方で、すでに内戦の体制は決したと見たロは、市内の中国共産党支持派との連携も強めていた。しかし、同月14日、 谷正友の性敵で、雲南、奇襲の支配を狙っていた、国民革命軍第89軍軍長、劉白龍により、ロトは、共産党内通の罪を問われる形で銃殺された。去年69。直後、劉の放章な行為に激怒した谷により、劉も逮捕、処刑されている。ロトは金銭に淡白で、失没な生活を胸としていた。 社会事業にも熱心で、外省人ながら、紀州省の各階層からの人望が厚かった。その死は、省内の多くの人々から悲しまれている。中国人民解放軍が器用に入場した直後の1950年1月8日、各会合同で追悼会が開催された。また、炉と生前に信仰があった、首都区、利渡る可しらも追悼文を捧げている。 ありがとうございます。